今日から2日間、よしこが親の実家に帰省する。思考も行動も読めない獣がそばにいない休日。思う存分満喫させてもらう。友達いなくて寂しいだろうから犬置いてくれ。おい待てアホ、ふざけんな。餌と散歩はやるが遊んだりはしないぞ。俺はヨシコ含め獣が嫌いだからな。俺の言ってることがわかるのか。本当は嫌いじゃない。嘘だ。ヨシコより言葉が通じる。って何考えてるんだ俺。所詮ヨシコと同じ獣だ。俺は今から部屋で映画を見る。お前はそこを動くな、吠えるな、いいな。そんな目で俺を見るな。この映画は何度見ても素晴らしい。特にこの別れのシーンが。な、お前まさかこのシーンの良さがわかるのか。マジか、ヨシコなんて大爆笑したんだぞ、信じられるか。この映画に点をつけるなら、やるじゃん。